紫外光レーザーを二つの水溶液中のキニーネに照射する。右ではキニーネが可視的な青色の傾向を発する。左はキニーネの傾向をクエ延チする塩化物ンが含まれており可視的な傾向を発しない。症光とは蛍光の強度が低下する過程のことである。冷気状態反応、エネルギー移動、錯体形成、衝突症光など様々な過程によって 症候につながる。その結果、クエンチングは圧力と温度に大きく依存する。酸素分子と溶素イオンは一般的な科学的症候剤である。塩化物イオンは気に入れ傾向における症候剤として知られる。クエンチングはレーザー有機傾向法などの分光法において問題を引き起こす。クエンチングは オプトードセンサーなどに利用されている。例えばルテニウム錯体での酸素の昇降効果によって、溶液の溶存酸素量の測定が可能になる。クエンチングは、蛍光共鳴エネルギー移動分析の基礎となる。分子生物学的ターゲットとの相互作用による昇降と発光は、分子イメージングでの活性化可能な光造影剤の基礎となる。エネルギーがドナーとアクセプター間で被覆者的に、 移動する機構はいくつかある。フェルスター機構は、ドナーが、冷気状態である間に、エネルギー移動が起こるもので、それゆえ動的な昇降機構である。フレットは、ドナーとアクセプターの繊維双極子間の古典的な、双極子、双極子相互作用に基づき、ドナー、マイナスアクセプター距離 R に大きく依存しており、1、R6 に比例して減衰する。フレットは、 ドナーとアクセプターのスペクトルの重なりと、ドナーとアクセプターの繊維相極子モーメントの相対配光にも依存している。フレットは距離が100以下で起こる。デクスター機構はもう一つの動的な昇降機構である。デクスター機構によるエネルギー移動は ER と共に減衰する短距離現象で、ドナーと昇降剤の分子軌道の空間的な重なりに依存する。多くのドナー、 マイナスアクセプターの経では、フェルスター機構がデクスター機構以上に重要である。フェルスター機構とデクスター機構ともに、色素の吸収スペクトルと蛍光スペクトルの形は変わらない。エキシプレックス形成は三つ目の動的な昇降機構である。静的昇降と動的昇降の比較残りのエネルギー、移動機構は静的昇降である。静的昇降は、レポーター。 マイナス症候剤プローブにおいて支配的な気候である。動的な症候とは異なり、性的症候は、ドナー分子とアクセプター分子が、規定状態である場合に起こる。ドナー分子とアクセプター分子は互いに結合し、非傾向性で、ユニークな吸収スペクトルを持つような、分子内ダイマーである、規定状態作体を形成する。色素の凝集は、素水的な効果による。 つまり、色素分子が互いに積み重なり、水との接触を最小限にする。高温と海面活性剤の添加は、規定状態作体の形成を阻害する傾向がある。ありがとうございます。